はい、どうも、サンティングでございます。それでは、テイルズ・オブ・ゼスティリア、今回も続きやっていきましょう。遺跡探検の途中でございましたんで、遺跡探検していきたいと思います。もう、ぐいぐい奥まで行くぜ、ぐいぐい。もう、今回はぐいぐい行くぞ。いや、もう余裕で今回でクリアみたいだね。それぐらいのノリですよ。最初のダンジョンでしょ。余裕余裕。いけるいける。さあ、なんだ。開き方はわかりそうですか？ハイランド王家の紋章。鍵穴のない扉。これは扉じゃない。そう。おお。冴えとるな。封印ですか？見つかった遺物や遺構が時の権力者にとって不都合なものだった場合、人目につかないように禁忌扱いして封印してたんだって。ってことは、ここの鍵は封印を施した。あ、あれや、剣。探検。何？スレイさんは本当に遺跡が好きなんですね。まあ、すんなり、あ、ライラ答え知ってたってことか。って言えばミクリオと遺跡探検だって。知ってたってか分かるってことなんだな。ミクリオのやつ、俺が何か見つけたら次の日すぐ別の何かを見つけてきて。それで？別に、それだけ。鍵は分かりました。あれ鍵、あれ探検持ってなかったっけ？もうちょっと扉を調べてみる。マジで？持ってなかったっけ？鍵。大切なもの。貴重品。これ。あれ使えへん。うっそ、そういうこと？調べるおっしゃいの。これか？すごいな、もう。その、だんだん見つけられる才能。あれもしかして単純それ押すだけとか。あとは鍵か。はい。ほら、来た。ほら来た、これだろ。イエス、そういう感じ使わせてくるのね。また鍵ですね。ナイフにしか見えませんわ。ナイフなんだけどね。あってだって、ああ、これからじゃあイベントとしてああいうのが出てくるってことだ。ここで使えますよみたいな。これはさすがにお前検知してほしいな。ノーマル、はい。マジで装備品の融合による強化やゲームシステムを把握していることを踏まえた。あ、結構育成した方がいい感じっすか。マジっすか、じいちゃん。なんかじいちゃんに喋られてるテンションだな、あれ。完全にな、戦った方がいいやってさ、コウモリくん。お金いるんだよね。じゃあちょっと戦うか。数すごいよな、出てくんの。まあ多少戦闘の難易度があった方が、あの、実況としてもっていうか、まあ、話としてもいいんですよね。あんまり俺が余裕で勝っちゃうと、それはそれでつまんないですからね。はいはい、終わりです。いいね。ライラ君、可愛いんじゃない？すごく。私、いいよ。これちょっとミクリオに取られるの嫌だな。スレイといい感じにならへんかな。スレイ、アリーシャやめへん。おー、なになに、ちょっと滑っていってるやん。滑っていってますやん。お前、ガッツ。あれ？なんだあいつ。亀人か、お前。なんだお前。亀人だ。ダーク亀や。おう、武庫や。え、アンバーソーダ融合すんのにいるからな。え、待って、めっちゃ欲しい。全部融合したいから欲しい。おい、ちょっと待って、お前それ、とりあえず剣よこせ。まずな。いや、装備しねえで、リーフ、あー、ああ、アンバーソード。アンバーソードいっちゃう。こういうことだろ。こういうことしていけばいいんだろ。やべえ、めっちゃ楽しい、これ。え、ダークカメニン、ちょっとお金貯めたい、俺。ダークカメニン、お金。これちょっと店屋で売ってるもん全部欲しくなるやん。どうしよう、これ。困ったな。俺、あんま実況会であんまやりたくねえんだけど。でもやりたくねえけどやりたいな。どうしよう、これ。困っちゃうね。手に入っちゃったし、しかもアンバーリーフ。あ、そうですか。アンバーリーフ手に入ったよ。いやーす、これはやばいね。ちょっと時間泥棒感がすごいな、これ。完全にやばいやつやな。こっち側も行けるっぽいけど、これ先行った方がいいかな。あ、
まずまっすぐ進んだ方がいい感じかな。よし、ちょっと出てくる敵全部戦おうか。これいやマジでお金が足りないわ全然足りないわ金。すげー、なんか真ん中光ってんな、なんだあれ。ここがアスガード時代に作られた聖剣の祭壇跡です。元々の聖剣の祭壇か。ここのことを知ってないだろ。知ってるよね。さきさき行きよんだ、あいつさきさき行きよんだ。あんまさきさき行くなって、置いてかんといて。先代同士とはここで契約したんです。おお、そうなんや。そっか、でもなんで話してくれなかったんだ。スレイさんとミクリオさんがとても楽しそうだったので。あ、遺跡を探検するっていう楽しみよな。水を差したくなかった。もうやっぱこの子めっちゃ空気読める子やで、やばいな。スレイさんのためですか。 What? 俺のため。スレイさん同志だからといって全てを一人で抱え込む必要はない。痛いとこ疲れてますね。どうですか、この遺跡にたどり着いて。これまでよりも心が躍らなかったでしょう。痛いとこ疲れてんな。いや痛いとこ疲れてますな、うん、もうライラ伊達に千年生きてねえな、この子すごいな。友達に宿命という重荷を背負わせたくないですね。何でもお見通しなんだな、ライラ。いつの時代でも同志とその天族の友人が必ずぶつかる問題なんです。あ、そうだ、同志いつもそういう方いるんや。ミクリオさんの気持ちってことは、過去の同志もこういう天族の友達みたいなのがいたって感じなんやね。なら、もう私が言うことはありませんわ。よし、じゃあミクリを迎えに行ってから探検にしようか、ここ。ライラ。そして、この祭壇を訪れた本当の理由。この上の玉っころか。これをスレイさんに託すためですわ。なんじゃい、それは。宝石？すごそうやな。銅石と呼ばれているようです。しかし本来は大地の記憶というべきものですが。銅石、大地の記憶。あれスレイ、なんかこれはあれかみたいな感じにならへんにゃ。見えますか。え、何が。あれこれなんか適正センス。それは天族を感じられる力、霊能力を持つ方にそこに刻まれた記憶を見せるもの。あれ？最下の剣士を知るための道しるべとなり得るもののはずです。見えないの。何も見えないけど。そのようですわね、不思議です。でこれでミクリオとやったら見えるようになるとか。あー、そういうパターンか。スレイさん帰ろ、ここで考えててもわかんないし。ですが必要があればまた来たらいいさ。ミクリオさんとですよね。やっぱこの子結構空気読める子か、すごいな。あ、いいね、見た目よしで空気も読めるか。ディスカバリー剣の祭壇、ありがとうございます。聖剣の祭壇、ここが同志の契約の場だったんだな。いや KY なヒロインとかいっぱいいたけどな。いいね、空気読めるの。伊豆地の遺跡で聖剣を掲げる英雄同志の壁画を見つけたし、ライラだって剣に宿って同志を待ってたしさ。必ずしも同志が剣を振るったわけではありませんが、同志の剣は最悪や汚れを切り未来を開いてほしいという人々の願い。あ、普通に真面目な答えやっためっちゃ真面目な答えされた。変わったものですわね。儀礼剣だと思う、遺跡で見つけたんだ。だから刃がないのですね。護身には十分なんだ、ミクリオとの稽古にも便利だし。あ、それ歯ついてないやん。傷つけない剣なのですわね。未来を切り開くのは難しいかもしれないけどね。スレイさん、剣はあくまでも象徴。ごめんね、アンバーソード買っちゃったよ、買い替えちゃった。それを知ることが大切なのですが。答えを探してみる。ごめんね、アンバーソードに買っちゃったよ、俺買い替えちゃったよ。
あれでもこっち側行けるやん。ミクリオついてきてるとかのパターンがこれもしかして。やだなミクリオちゃん、恥ずかしがり屋なんだから。ミクリオ等じゃなくていいのかなこれ。開けるこれ。いける？ここも封印されてる。内側から？向こう側からか。中から封印されてるってことか。同志を生み出すために作られた祭壇なんです。ほう。浄化の炎を操れないと開かない仕掛けになっているのですが。あー、じゃあまだ俺ら未熟者だからダメか。それじゃ同志になれなかった人はここから出られず。はい、悲しい時代の産物です。強制的にいいか。私に腰入れしています。力もどんどん馴染んでいる。すでに浄化の炎をある程度操れるはずですわ。あ、マジで？なるほど。それでこの燭台に火を灯せばいいんだな。はい、ですがこの先はここで倒れた同志になれなかった。あ、やばそう。呪いみたいな感じであるわけで。よどみのようになっています。氷魔がうごめいてるってことか。はい、注意が必要ですが。これミクリオ連れてきてからのが良くない？ほう、ほう、着火不要だし。あ、そういう感じもいけるんや。ファイヤー。あ、意外と射程距離なかった。これさ、ミクリオ連れてきてからの方がいいんじゃないかなって気がするんだけどな。いいんかな、入って。入っちゃった、入っちゃったよ。ミクリオいた方がいい気がしたけど大丈夫かな。あ、おいしょ、来た。強いかこいつ。どうだ、これでちょっと強さ上がろう。あ、全然強くないわ。弱い弱い弱い、こいつは弱い。意外と弱いぞ。いけるぞ。ちょっとカメラワーク、カメラワーク、相変わらずひどいカメラワークが。カメラワークが残念すぎる。おいしょ。あ、これでこのまま奥地までいけそうだな。よし、行っちゃおう。ミクリオには悪いけど先全部ちょっとやらせてもらうぜ。ドアの鍵で開けられるのがある。オープン、アップルグビー、オープン、来た。アンバーティアラ、いいんじゃなかろうか、いいんじゃなかろうか。来たんじゃね、これ。いいっすね、いいね。乗り口めっちゃ上がるやん。お金だ、お金、金が大事だ、金が、金が全てだ。もう出てくる敵は全員殺す、全員倒す。金だ、金、金をよこすんだ俺に。めっちゃスライムいるで、めっちゃ出待ちされてるで、あそこで。んよっしゃ、やってやろうじゃねえか。余裕余裕。なんかもう酔い鳥緑やな、敵の数がすごい出てくるんだけど。上まで上がってからだからね、連続斬りした後に天狼波やるのが一番いいな。この連続斬りの後天狼波っていうのが一番スムーズにつながる。よし、操作キャラチェンジ。ああ、結構簡単に操作キャラ変えれるんだね今回は。素晴らしい。オープン、バニラソフトクリーム、いいね。でも HP はもう基本減らねえな、この様子だと。ずっと回復させられるもん。またか、ほんとすごい数だ。よっしゃ、行くぞ。スレイさん、力が解放されるというか、新たな力が。あれ、俺もなんか飛ばした、もしかして。そんな感覚はありませんか？マジで来た？特にそんな感じはしないけど。さすがにまだですのね。こいつらどんだけいるんだよ。すごいな。急いで突破しましょう。よし、すげえ数いるぞ。ちょっとなんか一瞬飛ばしてしまったから。あ、ちょっと待って、もうちょっと近くの敵からターゲットしてくれへんのかなこれ。オッケー。え、はっ、ちょっすげえ奥の方いきなりさターゲットされたからさ、びっくりすんねんけど俺。いや、すごい数、やばい、半端ない。よし、いていて。あ、ここでもしかしてなんか新しい能力開眼する、開眼するフラグ来た。よいしょ。いや、でも結構いけるで。結構いけるで。弱いで。でも数いるからすごいな。これお金とか経験値おいしそう。ありがとうございます。天狼波。よし、ちょっとガードして。よしよしよし、溜まった。行こう。よしよしよし。全然減らねえな、数。何が？マジで来た。これあれか、パッケージに書いたら合体か。私の真の名を捧げ
あれ違うの、ライラじゃねえの。これが君の。その名を唱えるのです。そして溢れる力をとどめ身にまとうのです。それこそがどうしたるものの真の力。真の力、結構簡単に解放されたぞ。わかった、やってみる。はい、ポエスメイマ。これがライラの本名ってことか。なんかすげえかっこいい剣出てきた。わお、オーマイガッツ。これパッケージに書いてるやつだ。すごい力がみなぎってる。よし、一気に沈めてやる。お、ちょっと楽しそうなモードちゃう、これ外角モードみたいな感じか。 BG を1消費して、この5って書いてあるやつだ。カムイカス、天族の力を身によって強力強大な武器で手にすると、両者の攻撃 HP スキルを足した状態になる。ほう、そうすると天族の HP と BG が1以上あれば L で復活可能。お、すごいな。お、なんじゃなんじゃ、すごいすごいすごい。おい、おお、強い。すげえ爽快。結構簡単に真の力が解放されたことはいいのかな。危なかったな。土壇場で力が目覚めたってことなのかな。はい、一時はどうなることかと思いました。本当に素晴らしい。髪の毛も長くなるやな。そんなに褒められると照れるな。でもあれだな、アニメーションとか出てた、もう一人この力持ってる人いたよな。どうやるのかな。は？解けないんだけど。そんなことってあるんですの？こっちが聞きたいよ。お前解き方ぐらい教えたって。なんか大地の記憶も見れないかと思えば、信じられない速さでカムイの力を発現させ、そして解除できないなんて、スレイさんははちゃめちゃですのね。はちゃめちゃ同士。やっぱあれなんかな、ミクリオとセットでってことなんかな。ライラ。あ、解除できたよ。カムイを発動した後は自然に解けるのを待つことにしましょうか。しばらくすればきっと自在に操れるようになりますわ。そうだね。スレイが今までの同士とちょっと違うっていうフラグをバンバン。はいはいはい。シナリオスキル、新たな、はい、称号熟練度とかもなんかいろいろついたけど、いろいろついてめっちゃ忙しいんやけど、なんかもうやることいっぱいやな。やることいっぱいやな、おい。もう忙しいね、忙しいね。とりあえず熟練度、オッケーオッケー。まあいいや、とりあえず今はこれでいいや。やることいっぱい、忙しいぞ。とりあえずよーし、ここから、あ、後ろ来たね。お金を食べさせてもらおうか。やっぱこの2っていうのが、これ変身できる数だね。マックスなんぼなんやろ今。よいしょ、今の俺が何個までマックスいけるのか見たいから、とりあえずちょっとしばらく貯めようかな。めちゃくちゃ強いってな、あれ3までたまりか。あー、3までたまるんだよ。了解。カブイカ、はい、マルゴギー、バツは、はい、3連撃まで攻撃が特化、はいはい。 R2 で回復秘技を得しょう。ほー、バニッシュブラスト、なんかいろいろ忙しいな、情報量が多いな。そう、とりあえずさ、情報量が多いんだよ、めちゃめちゃ。ついていくのが大変だ、ついていくのが結構なんか。 OK、 ムカデやろう、ムカデやろう、殺す、いくぞ。よいしょ、よいって、この野郎てめえ。セミオートなんやけど全然敵に近づくのが遅いんだよな、基本的に。あ、神化できる、おやつ作り、はいはい、おやつ作りはいいだね。はいはいはい、もう目の前に見えてるからね。弱点とかの話はいいや、それはわかる。銅色あったね、来た。はい、ボイオリング、ボイオリング、ちょっとどんなんか装備しようか。持ってんじゃん俺。
能力上昇 15% 回避時の SC、 これやばいんじゃね。能力上昇時間 15% アップ、結構強そうだな。あ、食材があるファイヤー、ほいしょ、余裕。こんにちは。あれ、このコウモリ野郎、あれ、オッケー、殴った、殴ったけど、なんか先行で殴ったって感じしねえんだけどな。おっしゃ、よいしょ、はい、おお、すげえ。でもこれ普通に丸で攻撃したら強いな。確率効果、はい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 、その辺はなんか武器に書いてあるね、もうすでにね、読んでるよ一応。ここ入れるとかじゃねえんだ。おお、でもこれなんかこの先ある感じになってないけどね。どっかにあったっけ、火つけとこないな、向こうか。いや、でも向こうでもないよね。とりあえずなんか出てないけど、あと下の店屋さんでいっぱい買えるな、これで行くぞ、オラー、よいしょ、天狼派が当たらへん、すっげえ当てづらいこの技。せめて発動するとき敵の近くまで行ってから発動してくれると助かるんやけど、スレイ君。みんな大丈夫か。それはちょっとあれなんかな、でかい注文なんかな。はい、階段下ろして、やっとね、下ろして飛び降りるってこう残念な感じだ。ちょっとさ、亀にダークカメニーとこ行こう、ダークカメニー、ちょっとカエルだけ買っときたいな。よっしゃー、これちょっとだあかんで、でもほんまに俺進まへんなるで、こんなんあったら。ヤッフー、あ、これで戻れへんからか、あ、そういうことか。あ、ほんで向こうから回ってこなあかんかったんね。あ、やっちゃったな、これ。また俺回らなあかんや。ダークカメにちょっと寄りたかったから。おっす、おっす、おっす。あれ、ランバーソード1個持ってるぞ。これあれなんかな、1個持ってるけど、アンバーカメンと。これ比較ってできひんのかな、比較はないんだ。購入した、はい、持ってるナンバーソードね、今ね1個ね。さっき買わんかったっけ俺、あ、違う、アンバーリーフ買ったんっけ、あれ、なんかさっき買った気がするんだけどな。まあいっか、ちょっと買うか。じゃあ俺剣ひたすら強くするぜ、こういうの。 OK で融合だろ。いけない、いけない、足りない。足りない、残念すぎるな、マジか。お金全然足りねえじゃん。じゃあこれやっぱお金貯めるの結構大変か、根本的に結構足りなくしてあんのかねっていうところはありますね。まあこまめにちゃんと戦闘するようにしておけば大丈夫かな。あと問題は新しい装備を買うことを優先するか、融合を優先するか、どっちを優先するかって感じですね、装備自体の。多分どっちかを優先してやってった方がいいっていうのはあると思うんですよね。でも融合今のところ結構伸び率あるっぽいんだよな、見てる感じだと。なんかちょっとしか上がんねえのかなと思ったけど、割と強くなるしな。これ3人分大変だな、お金。どっかでお金稼げるようになったら、ちょっと頑張って稼ぎたいですね。今はちょっとこのダンジョンは効率が悪い。敵がいなさすぎる、周りに。結構シンボルまでが遠いからな、あんまり効率よくないですね。あ、あった、あ、よーし、ステージゲッツ、ステージゲッツ、オッケー、飛び降りる。いやー、いろいろできるようになったのは分かった、分かったけど、お金だな、お金、もう金が全てだぜ世の中。ちょっとね、お金のこれはもしかしたらいろいろ貯めてやるかもしれないです、はい、頑張っていくかもしれないです、裏で。ちょっとこういうシステムすごい好きなんで。やっと出られた。これからどうなさいます、スレイさん。当然ミクリオと仲直りに行くんやろ。宿にはいないんじゃないの。あら、ミクリオさんは宿に戻るっておっしゃってましたけど。ここの地下って案内石が広がってるんだよね。なら
ミクリオはここじゃない別の入り口を探してると思った。え、ミクリオさん一人で遺跡に？危険すぎます、無謀すぎます。今この町は氷魔が、すごいうるせえ、早い早い。その強さも今さっきスレイさんが体験した通りなのに、なぜそんなに落ち着いていられるんですの？大丈夫だよ、危険と分かってるとこに無茶して潜ったりするやつじゃない。自分だけじゃ氷魔を浄化できないってこともちゃんとわきまえてるよ、ミクリオは。心配ないよ。いや、別の入り口探さなかったことか。ミクリオさんのこと、え、まだ探検的とかにはいいな。なるほど、ミクリオさんはスレイさんに張り合って遺跡探しをしている最中なので宿には戻っていない。そして一人で危険なこともしていないと。ではこの後どうしましょうか。もう一箇所の入り口を探す。ちょっと意地悪だよね、ライラって。そうでしょうか。お前もう次すること分かってきてよな。したいんだ、まずは。あれ、探すんじゃねえの。使ったナイフ、初めてアリーシャに会った遺跡で見つけたんだ。ミクリを探してあげて。きっと大事なものだと。同志としての活動を始める前に返してあげたいと思って。ですね。ライラ、俺に説明したいことがあるんでしょ。同志のやることについて、あの時の話の続きをさ。おっしゃる通りですが、そのためにまず私からもアリーシャさんにお聞きしたいことがありますの。ならちょうどいいね、アリーシャの屋敷に行こう。なんかもう含みを持たされてるな。適当に引き上げてくるはずだしね。なんなんこいつも、完全にライラに見透かされてんのに若干恥ずかしさを隠してる。やっぱりライラ重要だ。なんか見られてたな。なんだあいつ、やるんか。お前同志の俺に喧嘩売ろうってのか。やってやろうじゃねえかこの野郎。ここだ。おお、無事だったか兄ちゃん。さっきは助かったよ。あ、助かった人が。本当にありがとう。うん、大したことはしてないよ。俺たちからも礼を言わせてもらうぜ。俺たちはてっきりこいつが先に帰ったもんだと思ってたからよ。ナナ、あんたもしかして同志じゃねえのか。ああ、そうなんですよ、分かっちゃいました。もう完全に格好がおかしいですよね。はあ、聖剣を抜いたって例の男か。ただものじゃねえと。なんでこんな距離開けてんのライラ。助けてもらった礼だ。この後飯でもどうだい。まさか噂の同志様と知り合いになれるとはな。母ちゃんと娘に飯じゃなくて、あのクエストクリアみたいな感じでお金いただけると。あ、その俺は。なんでライラずっとこんな離れてんの。頑張ってくれよな。俺たちも応援するからよ。大丈夫さ、誰も動かせなかった聖剣を。すげえ長いこと捕まってた感じだったけど。またな。すごい長いこと捕まってた感じになってんな。賑やかな方たちでしたね。ちょっと戸惑っちゃうよ。伊豆地のみんなはもっとのんびりしてる感じだったし。ずっと天族の村で育ったんですよ。人間はスレイさんを一人で。アリーシャに会うまではね。そうですか。なんなんやろな、なんかすごいライラがさ、含みを持たせてくるのがさ、なんかすげえ気になるよな。めっちゃ含み持たされてんねんけど、そういうのすごい気になるたちなんやけど、お金ないんやけど、ほんで。お金がさ、もう、いやー、ちょっと融合なんか買うのなんか、どこをどう優先するべきなんか、この最初からこんな融合頑張るんでいいんかな。でもちょっとさ、ちょっと店屋見ていい？一回買ったものが復活してるから気になってんだよ、俺。復活してるな、買ったやつ。あ、そう。復活してんね、買ったもんね。あー、じゃあもうこれ永遠と買い続けられんな。ね。永遠と買い続ける。あ、しかもなんかさ、ファイアリングこれ、あそこの中にしかなかったやつじゃん。あ、外の店でも復活あるのこれ。あ、そういうことか。
外の店でも出てくるってことか。なるほどね。売ったらさ、一応さ、いけんだよね。売ったら。俺は融合のために売るぞ。この古代シリーズは多分な、出てこないと思うんだよね、今後。ほら、いけ。いや、いいんじゃないですか。ここでまださ、俺、これを買っちゃおうっていう気が。金額320って書いてあるんだよ。これどういうことなのこれ。所持金合計100ってどういうことこれ。100円で買えてんのこれ。あれ、しかも今1個買ってこれなくならなかったよな。あれ、え、俺今アンバーソード買ったよね。ん、あ、アップルグミ買った、もしかして今。アップルグミ買っちゃったね、今。間違った。完全間違って買ったね。あ、そう。アップルグミ買っちゃったな。なるほどね。ちょっと分かってきた、分かってきた。オッケーオッケー。いや、分かってきたけど、ナチュラルベスト。例えばリングでさ、これ行く。プライムって何やろな、これ。なんか新しい効果が出るってことは、これの影響で。でなくなんだよね、能力上昇時間プラス 15% っていうの。防御時の HP 回復いいよな、結構な。こんな感じか。こうやって一個ずつ作っていきゃいいわけね。ナチュラルベストいっとく。こっち強いけど、めっちゃこれ。能力減少時間 8% ってなって、こっ強いな、すげえ。これ能力値上がるだけだもんね。これめっちゃ強いじゃん、これ。逆にこの熟練度あるやつをベースにしたいんやけど。この辺は全然ダメなんだね。逆のこれが強いんだ。まあ、いっか、とりあえずこれ一回融合していこうか。できるやつはできるだけこういっぱいガチャガチャくっつけていきたいなっていうところはある。これで、なんだ、お、何これ、なんか出た。自動で、おお、すごい、これ強いやん。いいじゃん、つけようぜ。あれ、なんでつけれないのこれ。ああ、今めっちゃつけてるからね。なるほどね。チェインブラスト、通常時3連撃後に R2 長押しで BG1 消費し、これいいね。チェインブラストいいな。これちょっとつけようか。結構あの SC 足りねえなって思う時あるんですよね。だから BG 結構たまる、速度速いなって思ってるんで、結構たまるんじゃねえかなという予想で、ナチュラルベスト強いね。これめっちゃ強い。あれ、ん、能力値などれ、何これ、どうなってんのこれ。ナチュラルベストのこれなんでこんな強いのこれ。スキルのせいか。あ、縦列全部揃うからだ、これ。左のスキルシートのあれが。そういうことか。スキルシートの縦列がめっちゃ揃うからだ。あ、強これ。これじゃん、絶対もう。ほら、ユニオンこれだ。これだ、これ。あ、そういうことか。これ結構やばいね。あ、だってこれつけちゃったせいで他の外れなくなったじゃん。逆にちょっとさ、外れなくなっちゃったよね。あ、そう。とりあえずはこれで良さそうやけども、純粋な防御力だけで言ったらさ、例えばこれの方が圧倒的に強いね、やっぱ防御力はね。スキルシートで3つだやるのはいいんだけど、とりあえず今こっちにしてていいかな。これでアンバーベストに比べて術防御力が下がる、上がるんか、まあ、いらねえな。普通防御力ガンガン上げて。ボイドリングはプライム封印中、まだこれ出てないってことね。なるほど。とりあえずはこれでいいな。もう一つライラをちょっと見といていいかな。何も変えてないけど、とりあえずはこの子ちょっと特殊なんだよね、装備全体的に。この子しか持ってないやつばっかりやから。オッケー。とりあえずこれでいいかな。よし。いやー、なんかもうできること多いから大変やな。要素が多い。すごい。面白いんですけど。俺セーブしたかってんけど。セーブしたかってんけど。
いないですね、ミクリオさん。お、いないっつ話で聞きつけた。点与えくせに意地っ張りだから。さ、行こう。違う違う違う、セーブしたかった俺。よくわかってるんですね、本当に。ライラ？今行きます。何したん？お、なんか置いたぞ。なんか置いたぞ、あれなんや。違う違う違う、セーブセーブセーブ、違うね、違うね、なくなってる、なくなってる、今置いてたやつが。ちゃうねちゃうね、セーブさせてほしいね俺。わかります？セーブよろしくにゃんつって。いやー、ちょっとどうしようかな、戸惑ってる方が多いっす、やれることが多いんで。ちょっと楽しみはすごい多いけどね、今後ちょっと装備品関係はいろいろちょっとお金バンバン使ってやっていきたいですね。いいっすよ。このシステムはすごく好きです。はい。じゃあ、今回はここまでします。見ていただいてありがとうございました。またまた次のパートを見てください。それでは、お疲れ様です。